みなさん、こんにちは。ねねです。キッチで、うん、今回は今日はパパクイズをやります。イエーイ。よし、じゃあママがねねに質問するのでそれに答えてください。はい、はい、じゃあいきます。はい。パパの誕生日はいつでしょうか？10月9日ピンポン。正解。じゃあパパの好きなお菓子は何でしょうか？チョコレート。ピンポン。ピンポン。じゃあパパの好きなご飯屋さんは何でしょうか？デニーズ。デニーズ。あ、デニーズも好きだね。他ある？お肉屋さん。ピボーン。お肉屋さん。総称だね、もう。じゃあ、昨日の夜パパが食べたものはなーに？昨日何食べたっけ？お茶。何にも食べてなかった。ブブブ。どうじゃん、パパ。さっぱりお茶飲んだ。お茶も飲んだし。あと何？あと寝ちゃった。チョコレート食べた。ちょっと、昨日ネネが出してくれたパーティーお菓子食べたじゃん、パパ。ご飯と卵スープと、あとは他にはいろんなおかずを食べてた。正解です。正解です。じゃあパパの好きな YouTuber は誰でしょうか？平気。あ、正解です。あとはハイサイ。正解です。アッシェイ。もうないかな、アッシェイ。じゃあパパの生まれた場所はどこでしょうか？東京。正解。ピポーン。じゃあ次、パパの好きな映画。映画。映画なんだろうね。何にも言わん。パパが好きな映画がライオンキング。あ、ライオンキングもこの間見たね。ライオンキングも好きだよ。スパイダーマン。あ、スパイダーマンも好き。パーネ、うんこ。映画じゃないもう。次、好きな動物。うん、パパか。チーター。あ、チーターも可愛いよね。可愛いのかい。かっこいいし、かわいいじゃん。速いし、足速いし。んー、じゃあパパ好きなの？猿？あ、猿好きだよ。ゴリラ。正解。いつもお風呂入ってる。ゴリラ。ゴリラ。よし、じゃあ次行きます。好きなキャラクター。はい、悟空。あ、悟空も好きだね。あと好きなキャラクターか。ありすぎるかな。パパ真似してるから。こんな声だよ。こんがり。正解です。今こんがりって言っちゃった。こんがりだよ。ねえ、もできますか？やだ。あなた邪魔です。あなた邪魔なんですけど。やだ。うちゃあ、次ちょっと難しいかな。パパの特技は何でしょうか？特技って何？得意なこと。パパ、お仕事。パパ、そうだよ、お仕事。パパ、パパ。よし、じゃあ次、好きな国。沖縄。お、正解です。ピポーン。パパ。じゃあパパが。ピンポン？ピンポンだね。多分昨日見てないかもしれない。あ、見てないって。ねね、昨日夢見た？お化けとショップに行ってた。手繋いで。仲良しなんだ。くわーんで。パパがお化けと会ったらパパはどうするでしょうか？ぶん投げる。正解です。ほら。じゃあパパの好きな色は何でしょうか？黒。正解です。じゃあパパの嫌いな食べ物。アボカド。トマト。ナ
ス。あと、なんだよ。あとなんだろう。歌舞伎。かぼちゃ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 。ももへり。え？モモヘリ？モヘリや。モヘリや。モモヘリや。あのね、なんかね。うん。じゃあそれだけかな。かぼちゃとまとさすだ。じゃあパパの。年は何歳でしょうか。パパは何歳でしょうか。35歳。惜しい惜しい惜しい痛い。おい、仲直りのチューはチューって。めっちゃするじゃん。もうママが考えてたの以上ですが、もう以上終わりでいいですか。ダメダメ。もっと。じゃあパパの口癖は何でしょうか。口癖ってよく言うこと、言う言葉。この野郎。どういうかどういうかだと思う。無視しちゃうよ、無視しちゃうよ。汗かい。見ててね、パパの汗かきちゅしちゃう。あ、おい、おい、お前、今度ゲームの中で遊ぶわ。やったわけだろうか。お前が、こんにゃく野郎。うわが好きなねねの変顔10個なんでしょうか。カメラの前でお願いします。正解です。ほら、見てみて、バイバイやってきて。うん、ほら、じゃあこう、キキ持ちて。待って。はい、どうぞ。また見てね、バイバイ。バイバイ。痛い。